はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウイジです。では今回はハーツオブアイアン4の続きをプレイしていきましょうというところに、すいません、なりません。ここまでね、カンボジア、ベトナムというところに対して進軍を続けているという状況なので、今回もね、その続きになります。あとは、やっぱり歩兵戦闘車かな。いや、でもね、足りないもので言うと、対空砲はむしろいらないからな。減らそう。軍用トラックだな。軍用トラックも全然数足りてませんからね。これでいきましょう。カンボジアはもう時間の問題かな。あとはベトナムだな。ベトナムがね、ホーチミン方面がちょっと時間がかかってるので、まあ、ここをサクサク進んでいければ。といってもあれかな、ベトナムの軍を駆逐できれば、ベトナム軍はもうほとんど残ってなさそうな感じなので、ホーチミンまであっさりたどり着けるかもしれないですね。ホーチミンを攻略してもカンボジアが、まあ、言ってみれば言うことを聞かないという状況なので、さらに軍は進めていきましょう。ベトナムに関してはホーチミンを攻略すれば、まあ、間違いなく値を上げてくるんじゃないかなとは思うので、まあ、そこを狙っていくっていう形になると思います。いや、ここにいる最後のというわけではないけど、カンボジアの主力、歩兵師団17、戦車師団2、これが結構重たいというか、時間かかるというか、攻略できそうにないですね。それは置いといてという感じになりそうです。まあ、降伏さえしてくれればね、師団が残っていようが、むしろ残っていてくれた方が露飼できますからね。カンボジア軍の装備を接収できるので、それはそれで構わないというか、むしろありがたい。
では空軍のドクトリンを先に進めていきましょう。戦略的破壊。我が国のパイロットは海上あるいは地上の戦力より戦略目標にはるかに早く到着できる。新たな補充兵を得られない敵軍を我が軍はすぐに敵で上回ることができるでしょうということで、戦略爆撃プラス15%ですね。さあ、一気にここででもホーチミンも包囲できそうな構えになってきましたが、相変わらず本当にね、ベトナムの師団数よりもカンボジアの方がはるかに強いなっていう印象がありますね。それにしてもでもベトナム軍もカンボジアも首都を失って領土の大半を駆逐されつつある状況で、なかなか降伏してこないのは戦争協力度、団結度が高い。では空母をホーチミンの方に移動させましょうか。第5第6両艦隊をホーチミンの方まで移動していきましょう。強襲揚陸艦は数を今後増やしていきたいので、空母も年に1隻作れる計算かは悪くないですね。ちょっと待ってね。第5世代のマルチロール機生産機なし、生産なしになってるのは割り当てられていないという状態だな。これはちょっと何かを削ってでも割り当てていかないとまずいので、とりあえず歩兵戦闘車これ1個減らしましょう。数が全く足りてないな。いやー、攻撃機の数は減らせないな。今後空母にドカスカ搭載していくんで、これはやっぱり減らせない。減らせないので、残り3つの工場を軍用トラックに回しましょう。とりあえず。
で戦局の方を見ておくと、もうほぼほぼホーチミンも時間の問題というところまで迫ってはきてますか。ホーチミンも完全に包囲の元に入れましたね。いや、でも本当にベトナム最後の最後まで戦争をやめなかったな。首都ホーチミンが落ちるまで、まあ、ハノイからね、首都はホーチミンに移転してまで継戦しましたね。でカンボジアもまだまだ戦争をやめる気配ないしね。なかなかみんな手弱いというか戦争をやめる気がないだ。やっとハノイ条約ですね。戦勝ポイントが365で、全ての州を割譲させましょう。ようやくこれでベトナムの併合が完了したね。で次の攻略目標のインドネシア、マレーシアへの宣戦布告の準備状況を確認していきましょう。まずインドネシアですが、これが時期的にね、そろそろ近づいてきてくれてると嬉しいような、装備が生産できてないのでちょっと待ってよっていう感じになるのかありますけどね。インドネシアは2025年なんでまだまだ先ですね。じゃあマレーシアの方も確認していきましょう。でね、ミャンマーはまだまだ先なのは間違いないので、2024年8月お、もうすぐマレーシアは宣戦布告できるな。これはある意味いいニュースだな。あとはそれまでにカンボジアを降伏させちゃいましょう。カンボジアも制圧した。戦勝ポイントが141に対して全ての州の割譲でいいでしょう。ようやくこれで戦争終結だな。
あとはちょっとね、呼吸を整えるために舞台を散らばせておきましょうか。どっちにしてもマレーシアに対しては強襲上陸をかけざるを得ない形になると思うので、というのもタイに軍事通行権を求めても多分認めてくれないんじゃないかなと思うので、一応確認します。承諾しないよね。まあ、一応送るだけ送ろう。まあ拒否するよね。であれば、空港の数、港の数は限られているので、各港に部隊を配備していきましょう。強襲上陸に備えてと。で、戦域がマレーシアに変わっていきますので、航空隊の配備を少し変えていきましょう。ではちょっと操作の途中ですが、フリゲート艦は5世代目が完成しているので、6世代目と進めていきましょう。距離的にはマレーシアまで届くのはこれくらいになっちゃうかな。強襲上陸をかけながらという戦いになっていくかなとは思いますので。
しょうがない。じゃあここまで来たらもう2030年、まあ、いわゆる次世代の研究にも着手していきますか。いいのか悪いのかやることがないっていうね、状況なので。爆撃機の数がちょっと足りない印象がありますね。お、マレーシアに対して宣戦布告が可能になった。さて、そうするとまずマレーシアに対しては宣戦を布告しちゃいましょう、忘れないうちに。強襲上陸力を上げるというこの研究はむしろ最優先でやるべきでしたね。さあ、では強襲上陸の準備を始めておいて、残りの部隊はそれぞれ第1、第3軍が港を制圧後に強襲上陸ではなくて普通に上陸をしていきましょう。
で、海軍もそれに合わせて移動していきましょう。まあ、艦隊船は日本軍の敵ではないでしょうからね、マレーシアは。シンガポールにも宣戦布告の準備をしておきましょう。内部航空機体の数もすり減らされてるな。
空母に搭載している艦載機の数が全然足りてないですね。これだと空母の力が十分に活かせないな。さて、生産見直しだな、そうなると。今最優先で欲しいのが、そうなると艦載機になるな。いやー、工場の数が全然足りないですね。はい、ではちょっとね、いい時間になってきましたので、今回は一旦ここで終わりにして、次回はですね、まあ、マレーシア戦、マレー半島攻略をやっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。